キチャンネル。こんにちは。さあ今回も、はい、那須さんに毒を吐きまくってもらおうという、ね、コーナーになっております。はいはい、はい、もう毒しか吐けないです。もう里崎さんとコラボの裏をずっと書かれるのでいやいや、そう、はい、ちゃんとマンツーマンジェンスしてください。マンツーマン、今はしてないですよ。今はしてないですけど僕にもマンツーマンジェンスしてください。もう勝てないです。勝てないのでそこはむ難しいですけど今日はですね、はい、まあ、ちょっとサッカー界の中の話をちょっと聞きたいなという、はいはい、まず第一に J2 の選手、はい、で生活できるんですか。ああ、なるほど。サッカーだけしてて、はい、まあ、担当直入に言うと、うん、生活はできます。はい、はい、でもそこからじゃあ、自己投資みたいな、はい、トレーニングで自己投資、うん、食料、あ、まあ、あの食事を、はい、こう自分の理想通りにやるっていうのは難しい選手もいます。ちなみに J2 で基本だと年俸どれぐらいなんですか。まあまあ、普通の人で、そのビッグネームとかじゃなくて普通の人で、はい、一概には。でも平均で言うと500万ぐらいですか。いや、もっと落ちると思います。もっと下ですか。はい、あ、まあ言ってもその出てる選手と出てない選手もいるので平均値を測ったらもっと下だと思います。360とかそのくらいいくんじゃないですか、うん、月30とか。あ、月30もらえたらいいのかな。しかもそれでそこから税金引きますもんね。はい、じゃあ結構きついですね。きついと思います本当に。あの J2 でもあんまお金がないクラブでも試合級はあるんですか。 J2 でも試合級はあると思いますけど本当にもう本当少ないと思います。じゃあ結構きついですね。いや結構きついと思います。あの本当にきついってきます。そのじゃあ J1 から J2 に落ちちゃったら、はい、一気に待遇が落ちるんですよね。待遇が落ちるクラブもありますし、あの J1 であの常連クラブが J2 に落ちた場合は、うん、そのままその年だけは維持させる、うん。でももし2年連続 J2 だったら落ちちゃう。落ちます。え、じゃあ前回喋ったランドリーの話とかも、はい、J1 だとしてくれたけど、はい、J2 に落ちた瞬間、はい、自分でしろみたいな感じになるクラブもあるんですか。いや、そこまではないですけど、うん、まあ、だから基本 J1 に行けるクラブってそこそこの、うんうん、はい、体力あるので、うん、で、まあ、J2 に落ちましたってなってからランドリーがっていうことはないですけど、でもスポンサーがやっぱり少なくなりますね。少なくなったりするので、うん、だからクラブとしてやっぱ経費削減で、うん、まあ、ランドリーとかはないと思うんですけど、うん、ちょっとした食事のメニューが減るとか、はい、あるんですか。はい、食事のメニューが減るとか、あと大体 J1、 あ、まあ、J1 全クラブなんですけど、グリーン車なんですけど、うんうんうん、それが指定になるとか。あ、J2 は、はい、じゃあもう野球界でいうと1軍と2軍の差ぐらいありますね。あ、ありますあります、はい、あると思います。だからそこの経費削減っていうのは結構あるかもしれない。しかも J2 移動が多いんですよ。あー、チーム数多いじゃないですか。僕チーム数全部当てたと思うんですけど、うん、あの、あ、当ててないです。当ててないごめんなさい、当ててない。あの移動が多いじゃないですか。え、どこホテルとかのグレードが変わるんですか、はい、J1 と J2 で。あ、もう変わります。おー、だから J1 だとそれこそ、まあ、横浜駅のなんかまあそのいいホテルあるじゃないですか。そういうところに泊まるクラブもありますけど、うん、J2 になるとビジネスホテルでもちょっとグレードが低い。でも一人部屋は全員一人部屋ですか。はい、一人部屋です、はい、それはそうなんです。じゃあ食事会場もだいぶ変わりますね。だいぶ変わります。へえ、はい、本当簡易的なというか、うん、まあでも基本的にビュッフェ形式だと思うんですけど、なんかそこはだいぶ違うと思いますね、うん、はい。あと試合中飲むじゃないですか、ドリンク。ドリンク飲みますね。あれ何飲んでるんですか。あれ基本水です。水なんですか。はい。なんかクエン酸とか入れたりしてる人とかいないんですか。野球界でなんかクエン酸入れたりとか、はいはいはい、なんかいろんななんか粉入れて飲むんですけど、はい、でも基本水ですね。水だけです。水だけですか。はい、ボトルも水です。あれもう自分用って決まってるんですか、はい、もう決まってないです。誰でも飲むんですか。クラブでっていう感じで、はい、で今はそのコロナっていうので、うん、飲水タイムって設けてるので、うん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 、それで自分用の、うんうん、飲むようにしてるんで、外で飲むっていうのはないです。コロナじゃない時はじゃあもうあるやつ、あるやつもうガーってあの飲むんですか。はい、敵のチームのやつとかも飲むんですか。たまに飲んだりしますこれはもうあの全然あの何ですか、うん、その時は言わなかったですけど、はい、もう全然飲んだりします、うん、それいいんですか。ダメですそれダメですバレないなと思ってでも、はい、サッカーもドーピングありますよね。ドーピングあります。そう、敵のやつとか飲んでドーピング入ってたとかないですか。ないですね。あんまないですね。だドーピングは基本的になんかドクター、チームドクターに確認せずに、うんうん、それこそ漢方とか、うんうん、なんかそういう、うんうん、
栄養ドリンクとかも含めて、うん、そういうの飲んじゃったりとか、あと薬とかも処方、うんうんうん、あのチームドクターから処方されるやつだけしかダメなんで、あとその注射とかあるじゃないですか、 ああいうのも、はい、J はどれぐらいの頻度でドーピング検査あったりするんですか。くじ引きですか。いや、あ、そうです、くじ引きなんですけど、うん、お、本当に抜き打ちなんで毎試合ないですよ、ね、ないです。 月何回ぐらいあるんですか。月1回あればあるかないか。じゃあ野球界と変わんないですよ。野球界も月1回ぐらいなんですよ。あ、そうなんですね。そうそうそう、はい、その指定試合ってなって、はい、でそのくじ引きで選ばれた人が、はい、多分各チーム2人ずつぐらい。あ、そうです、各チーム2人です、うん、くじ引き、それもくじ引きで、はい、NASA やったことあるんですか。僕結構あります。当たったんですか。結構当たります、はい。オリンピックはオリンピックはドーピングやらなかったです、ね、うん、はい。ワールドカップとかの予選とかもあるんですか。そう、世界大会もドーピングあるんですか。世界大会もあると思います。へ、はい、多分あると思う。でもあんま聞いたことはないんですけど。でもサッカーとか試合後じゃないですか、はい、試合後です。あんな汗バンバンかいて出るんですか。だから全然出ないです、うん、だから4時間とか、それこそもう止まんないといけない選手もいますし、うんうん、だから僕が止まったことはないですけど、まあ、ギリギリ帰れたところですけど、うん、でも3時間とかありますね。もうだから水分ずっと飲んで、しかもあれ飲みすぎると薄くなっちゃダメなんですよね。薄いんで、薄いって言ったからその検査濃度に達してないみたいなことあるので、それでもう一回やらないといけないという選手もいますけど、サッカーきついですね。僕とかすぐ出るんですよ。はい、野球はどうなんですか。もうすぐ出ます。僕がすぐ出るんで。すぐ出そう。だオリンピックの時とかも選ばれてすぐ出るんですけど、もう選ばれた瞬間に試合終わったすぐの、はい、ベンチからマンツーマンディフェンスなんて、はい、その担当の人が担当の人が、はい、何も入れないようにで、ずっとロッカー行ってもずっといて、はい、でそのまま部屋に連行されていって、はい、でドーピングだったんですよ、はい、オリンピックの2人が、はい、ずっとついて、ずっとなんですね。ずっともう試合もうベンチのところで、はい、ゲームセットってなった瞬間にもう横にいるずっと、常にもうそれ結構なんか変なプレッシャーですね、はい、で行ってわあ、ここがね、飲み物とかビールとかいっぱいあるんですよ。あ、ビールもあるんですか。はい、ビールも OK なんですか。はい、もうおしっこ出せばいいんで、はい、利尿作用あるっていっぱいある中で、はいはい、いやー俺すぐ出るけどこの雰囲気味わいたいからまだしないとこみたいな。いやいや、そうですね。まあまあ一般の人はプレッシャーとかこう感じたりして、はい、もうなんか出ないとか見られてるとか、うん、もうジャイアンですもんね。だってもういやもうすぐ出て帰ったらせっかくこんなオリンピックのドーピング場に選ばれることないじゃないですか。はいはいはい、すげえな、お誰か来た、おーみんな何してんやろなみたいな感じです。いやいや、もう多分もう視聴者の方々もう分かられてると思うんですけど、メンタルお化けなんで、もうちょっとね、異次元ですよね。なんか緊張するとかプレッシャーをなんかお菓子食べ物にしちゃうみたいな、もう楽しんでるみたいなとこあるじゃないですか。そんな空間行くことないから、はい、で出て15分ぐらい別にしないでいて、はい、まあそろそろ飽きてきたし、カーニブワイブしないから、じゃあそろそろしようかって言って、で足回すっつって、はい、でトイレ行ったら、はい、男の人とが前と後ろで見てて、前と後ろでいいんですね、はい、あでズボンくるぶしまで下げて、はいはい、上も胸まで上げてでこうやってで出るのに見られてるか出ないんです、なかなか。そうっすよね。やっぱそうっすよね。はい、でもまあ出ましたけど。はい、でもまあサッカーじゃあ野球界と変わんないですね。変わんないです。もう僕らも見られてっていう。だからその前まで部屋で待機して、相手チームもいて、うん、それでまあドリンク飲んで、うん、まあ、はいみたいな手挙げて感じですね。じゃああと試合中、はい、こうベンチで控えの人、はい、何してるんですかベンチで。こんなずっとポケーっと見てますけど。ずーっと試合見て。見てるんですかちゃんと。見てます。見えるんですか。でも同じ目線なんで、はい、あんまり奥に行っちゃうと分からない、分かんないんですけど、うん、でもまあ一応戦況はこう見てたりするんですけど、うん、まあこれはもうちょっとこうあるあるなんですけど、うん、やっぱ若い頃とか、うん、まあ、ベンチでもうコンチショーみたいな、うん、あいつミスしてると思ってそいつの動きしか見てないお前でミスするだからだよ俺出さねえだろって監督の方見てまあそれはでも当たり前ですから、ね、もうはい、もうそれでも結構若い頃めちゃめちゃ思ってました、はい、俺出してくれよみたいな監督の前でダッシュするとかないんですか。監督の前ではないですけど、場所がちょっと離れてるっていうか横だったりするので、うんうん、でもベンチサイドはずっと見てます、うん、俺出せっていう、うん、はい、監督見てくれてるんですか。全然見てくれないです全く見てくれないです。あとサッカー界って、はい、じゃあハーフタイムもあるし試合前も、はい、どんなミーティングするんですか。監督によるんですけど、うん、前日にもう戦術の話を仕切っちゃう人もいますし、うん、当日に戦術の話、スタメン発表とか、うん、戦術の話って何の話なんですか。
こう、こういうまずシステムとこういう戦い方で入ろうっていう、うん、そのなんか自分たちが戦う軸はこれとこれとこれだみたいな、うん、そう、これとこれとこれって何が、例えばその入り方、まあ、あの立ち上がり10分は前から行こうっていうので、うん、前から行くも行き方っていうか、どういうと、うんうん、ボールの動かし方でスイッチを入れるとか、うんうん、あと攻撃の形も、まあ、攻撃の形ってあんまあれですけど、その監督によってはその立ち位置みたいな、うんうん、で、あとその相手の守備っていうか、そのフォーメーションによってミッドフィルダーが1枚落ちたりするので、うんうんうん、まあ、その、この攻撃の仕方とか、まあ、そこまで詳しくする人もいれば、うん、もうメンタル的な、うん、もう試合前は基本的にもうメンタル的な、うん、こうことばっていう監督が、でもそれ聞いた時に、はい、そんなの絶対無理だよお前、はい、って思うことないんですか。いや、ないっす、はい、それはないっす。はあ、それはない。お前の相手見てねえのか、通用しないやろ、はい、それじゃあ、はい、知らねえぞって思ったりしないんですか。ですね、それは思わないですね。思わないですか、はい、でも、はい、あまりにも長い監督だと、うん、ほとんど聞いてなかったりします、うん、はい、じゃあもうそれも何言ってんだよって思ってるんでしょ。なんかもうある程度頭にも入ってるので、うん、だからもう自分でこう思い描かんと、もう勝手にスイッチ入れて、あの自分でこう結局やりたいようにするんで、うん、そしたら怒られるじゃないですか。結構僕監督と喧嘩してたタイプなんで、うん、だから思ってたでしょ。はい、そんなの言いねえよ。違う一応最初はなんかこういう入りっていうので、だから聞かれ言って聞くじゃないですか。聞いじゃない聞いた瞬間に、はい、はあ、そんなの意味ねえよって思いながら、はあ、長えな、聞くことねえな、どうせ俺勝手にやるから関係ねえよって言って勝手にやって怒られて言い合いするってことですよね。総合的に考える、まあ、総合的に考える、最終的な着地地点はそうかもしれないですけど、聞いてる時にはそれは思わなかったですか、はい、でもサッカーも試合入って、はい、ミーティングとちょっとこれ違うなってあるじゃないですか。あります、あります。その時どうやって変える、勝手に変えるんですか。僕は結構変えたこともあります、うん、それ、おい、お前何やってんの、下がれって言われないんですか、ベンチから。ベンチからそれでちょっとこう胸ぐらつかみ合いってこともありました、うんうん、はい、でもあんまりこうそうやってする選手は少ないと思いますけど、うんうんうん、で僕はもうちょっとこう、いやいやいや勝てねえからっていうのをもう前面に出してたタイプなんで、いかれてますね、いかれてる。表立って口にはこうやって言わないですけど、スイッチ入るとそんな、あの里田北に寄りになりますよ。もっとじゃあ YouTube もスイッチ入れていきましょうよ。いやでもスイッチ入れるじゃないですけど、里崎さんやっぱそれをバッて言って、これは違うよ、なんとかだよっつって、うん、しっかりじゃあ説明があります、はいはい、僕はそれがないので。い説明していきましょう、はい、そこができるようになれば里崎さんみたいになりますよ。まあ、そもそも言ったじゃないですか、もうメンタルお化けなんで、そんなことないですよ。考え方がもう、ま、監督にこうやってやるやつはもうメンタルお化けですから。やっぱそうですか。そんなのできないですから。いやそうですかね、監督にこうやってやってるやつ、僕監督にこうやってやったこと一回もないですから。まあ確かにそうですね。まあまあそれはそうですけど、まあちょっとスイッチが入っちゃう、はい、っていうのは昔ありましたけど、あとサッカーってどんな天候でも試合するじゃないですか、はい、雨でも雪でも、はい、雷だけですよね、はい、でもそのやりやすい天候とかあるんですよ。雨降った方がやりやすいとかあるんですか。雨、風が一番嫌です。あ、やっぱりもう風は蹴ったら戻ってくるぐらいですか、はい、そうです、蹴ったら戻ってくるのもありますし、うん、あと雨も大雨で、うん、もうピッチがぬかるんでって、うんうん、もうピッチコンディション最悪はもうかなりやりにくいっていうか、もうボール蹴り合いになるんで、はい、でも蹴っても止まりますよね。止まります、うん、蹴っても止まるんで、もうそこでもう本当子供のこう遊び合いみたい な逆に言うとっすよ、はい、そんなになるのになんで中止になんないんですか。見ててもつまんないですよ、まあ、やってても、そうなんですけど、やっぱりその観客サポーターはそのチケット買ってくるので、野球も一緒じゃないですか、はい、であとその身の危険、そのプレーができないっていうか身の危険が及ぶっていうことは水たまりがたまるぐらいなんで、うん、だからあんまりその身の危険っていうところにつながらないと思うので、あの芝だからはたまってるかどうか分かんないだけじゃないですか。いやたまってます、うん、めちゃめちゃたまって、あ、そうじゃ中止になるんですか。年に、いや中止はでも公共交通機関が止まるとか、うん、台風とかね、はい、でも野球とかもあのクライマックスで阪神と DeNA が泥んこになりながらしたんですけど、はいはい、あんな見てても気分良くないじゃないですか。まあ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 、サッカーもそんな蹴り合いになって、はい、ボールも転がらなくて、はい、そのもっと中心した方がいいでしょ。でも意外とっていうか、僕1回か2回ぐらい経験あるんですよ。もうびっしゃびしゃなグラウンドで、うんうん、でもサポーターやっぱこう盛り上がってました。それ多分それあの面白かったでしょ。いやでもあとそのだいぶ佳境だったんで、うん、優勝がどんかかってくるとか、だからこそ、はい、ちゃんとしたところでやりたいやりたいのはありますけど、多分日程が過密になっちゃうんですよ、うん、もういいじゃないですか、過密になっても、はい、いや過密なんでやっぱりコンディション面そんなドロンコ試合でもまあまあそのプレーするってなったんで、うん、
まあ、しょうがなくっていうか、まあ、しょうがなくですね、うん、もう やらざるを得ない。雪とかもあるじゃないですか。雪は僕経験ないんですけど、うん、ありますね。え、秋冬制じゃダメなんですか、サッカーは。なんかやっぱりそのそれに移行しようっていうのはあるんですけど、うん、いろんなそのクリアしないといけない改善点っていうのがあって、まあ、その雪国の国だとそういう芝雪がたまんない、うん、そのヒートなんかあるじゃないですか、うんうんうん、あれとかも予算かかるっていうのもありますし、そんなもあの J がやってあげればいいじゃないですか、はい、まあ、そうなんですけど、あとあの 入学とかあるじゃないですか、新入団って、うんうんうん、学校3月じゃないですか、うんうん、だから夏にしちゃうともうめっちゃずれちゃうじゃないですか、途中入団みたいな感じになったりとか。いいじゃないですか、だって J できるでしょ、高校生でも出てるから。まあ、あできなくはないですけど、うん、あのやっぱ強化してとかなんかいろいろあるので、うんうんうん、でもまあそこのその他の代表戦とかも楽じゃないですか。まあ、でも合わせた方がいいメリットもありますし、まだちょっとやっぱ日本におけてそのシステムとかそういうのだとデメリットの部分もちょっと出てきてしまう。どっちがいいですか、ナスさん、プレイヤーとして。プレイヤーとして熱くないですか。僕はプレイヤーとしてはそっちがいいです。秋冬ですか。秋冬、じゃあもう秋冬、だから今は、冬がやんないですもんね、秋冬だから夏やってるじゃないですか、今夏やってます。あ、そうです、夏を抜かした方がいいですね。ねえ、はい、いいでしょ。じゃあ変えましょうよ。まあ、変えたいですけどね。そんなあった、サッカーなんてやばいでしょ、はいはい、熱中症で。やばいです、もう本当やばいです。インターハイの時期とかやばくないですか。もう本当やばいです。もう倒れそうっす、僕はプロでも倒れそうっす。うん、だからもう夏は確かに、まあ、そう考えるとこう見てる人たちを考えるとプレーを質を向上してほしい。あと見てる人もきつくないですか、夏ね。夏きついと思うんですけど、でも見てる人は意外と冬の方が嫌かもしれない、寒すぎて。でも海外の人たち冬でも裸ですごい美味しい、はい、いやあの人たちはちょっといやそうですけど、もう体感温度も違いますし、ちょっともう里崎さんがいっぱいいるみたいな感じですよ。もう里崎さんがいっぱいいる、もうそのもっとなんかすごい人たちもたくさんいるみたいな感じなので、多分やっていけると思うんですけど、なかなかちょっと日本の無理なんですか。はい、無理だと思いますけど。でもまあ、はい、いずでも世界と合わせた方が移籍とかしやすいですもんね。それはしやすいと思います。はい、移籍だったりもそうですし、スケジュール的なもんもこういろいろ移行はできると思う、ね、はい、もうちょっと選手も楽になりそうな気もしますけど、うん、そうですね、はい、あと今思ったんですけど、あの試合水まくじゃないですか、はい、バシャバシャ、はい、あ、なんでまくんですか。あれはボールがスリッピーになった方が、うん、あのボールスピードが、まあ、特にパスをつなぐチームとかは、うん、ボールスピードが速い方がいいので。インチキですよね。まあそれも戦略ですね。ホームアドバンテージってやつです。だからわざと巻かないチームもあるんですか。あります。だからその止まりやすくなるんで、うん、そういうのが有利な。今の今年の J でいうと巻くチームで有利なのはどのチームですか。川崎は巻くんですか。川崎はあ、でも大概でも巻かないチームってあんまないですね今。そうなんですか。結構パスサッカーが主流になってるので、うん、あんま蹴るサッカーっていうのが多くないので、うん、今の J1 のクラブはほとんどパスをつなぐチームがほとんどなんで巻くと思います。水不足になっても巻くんですか。水不足になっても巻くと思います。まあ、水不足になったらそこはちょっとあの巻くとあの断言できませんけど、まあ、一応調整しながら負けるんだったら巻くと思います。危ない里崎とワールドに巻き込まれるので、まあ、巻くと思います、はい、今のだいぶちょっと危なかったです。危なかったです。あれと思ってよく引き返してきたんですね。あの、さすがに僕も、はい、あの、適当すぎるから今のはカットされるやろと思ってます。いや、そうですよね。じゃあよかったです。もう、いくらコンプラの低い僕のコンプラにも、はい、今のは引っかかりました。もう本当ね、こうやって里崎さんと話してると、もうずーっと僕がもういつの間にか里崎さんのこう、あの、弟子みたいな感じになってます。いいじゃないですか、はい、生きてくるでしょ、はい、いろんなところで好きなこと言えるから生きてくるでしょ。いや、まあ、楽しいですけど、うん、ちょっとだからコンプラとかそこら辺はね考えないといけないので、さすがに、はい、え、じゃあナス次あれなんですよね、はい、もっとどんどん YouTube も、はい、だってもう先駆者じゃないですか、まあ、サッカーの中では。サッカーの中では、はい、いろいろだって毎年結構新しいことやってきてますもんね。やってきてますね今のところ。すごいですね、はい、次なんですか。次野望あるんですか。今年も何でしたっけ、去年、まあ、日産スタジアムとか試合やらせてもらったんで、うんうん、違うスタジアムでもパンパンにしてやりたいとか、うん、あ、那須さん今度、はい、あれしましょう。何ですか。僕と PK 対決しましょう、はい、お、いいんですか。そんなだからキーパー、お互いキーパーキックで、はいはい、で、どっちが本当に強いかやりましょう。それは負けないですよ。え、里崎さん、はい、僕一応サッカーやってましたよ。はい、
止めるのはあれかもしれないですけど、蹴るはさすがに。でも止められるかもわかんないですよ、僕に。まあ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 、それあれよ。いや、さすがに言ってるの。ちょ、今度、はい、今度ちょっと外で。ね、コロナも収まって、はい、そうですね、いつもはこう、はい、インドアだから、はい、ちょっと外で、あ、いいっすよ、もうだから PK 対決と、はい、あとはだから僕はさ、那須さんの土壌で PK 対決だったら、はい、ひょっとしたら勝てるんちゃうかと思ってるんで、はい、いやさすがにですよ、はい、さすがにこの言葉では負けますけど、はい、トークでは、はい、さすがにサッカーでは、いやいや、ほんと止めに行くっすよいや、負けないです、はい、負けない、そこは負けないです。だから今度ちょっと外で、あ、いいですもん、全部やりましょう、はい、やりましょう、異種格闘技戦じゃないですか、はい、野球か、野球は勝てねえな、野球か、キャッチャー、ちょっとそれか、あの、いろんなスポーツして、はい、どっちがスポーツ王かやりましょう。あ、それはいいですね。だからフリースローとか、はい、だから僕ゴールだとパターとか、的当てのこれだったらちょっとストラックアウトとかね、はい、それだったらいけるかもしれない。だから5種目ぐらい、はい、やって、はい、那須さんと僕との交互の、あ、そうですね、で取って、はい、で、はい、どっちがスポーツを変えました。あ、いいっすよ。あ、それめちゃめちゃ面白い、うん、外で、はい、でもちょっと僕野球系で里崎さんを任したいっていう思いがあるので、はい、でちょっと野球系とも勝てるかも分かんないですよ、僕大したことないんで。いや僕はもう PK で那須さんに勝って本当大したことないわけないじゃないですかだ、今年ちょっと収まったらそれやりましょう。あ、ぜひお願いします。面白いですね、その機会。いい時期でちょっと異種格闘技戦でやりたいっす。どっかのところを借りて、はい、5種目ぐらいで、はい、はい、勝負していきましょう。ぜひお願いします、はい、まだ今年も1年、はい、お願いします。よろしくお願いします、はい、ありがとうございました。